若者の人口流出、企業の人手不足、地方都市が抱える共通の課題です。でも岩国には大企業にも負けない魅力を持った企業がたくさんあるんです。そうなんです。地元にも魅力的な企業がたくさんあるのに、実はあまり知られていないんです。そのため岩国市は学生や若者に向けて地元企業の魅力を PR しようとガイドブックを発行しています。その名も岩国カンパニーガイド。岩国市は地元企業と若者たちとのマッチングに力を入れています。岩国市商工振興課の川本進さん。地元で町づくりに携わる仕事をしたいと話す彼女が今回リポーターを務めます。この岩国カンパニーガイドは市内の企業の魅力や取り組みを知ってもらおうと作成した就職活動ガイドブックです。生徒や学生の皆さんはもちろん、保護者の方にも役立つ情報がたくさん載っていますので、将来就職を考える際はぜひご活用ください。では岩国カンパニーガイドに掲載している企業を実際に訪ねて、その魅力を確かめていきたいと思います。では班長、行ってきます。はい、行ってらっしゃい。まず川本さんが向かったのは岩国市長野にあるパックラフト岩国工場です。パックラフトという社名、あまりご存じないかもしれませんね。でも我々の知らないところでパックラフトの技術にお世話になっているんです。レトルトカレーやグミなどのお菓子、ゼリー飲料に液体洗剤などなど、私たちの暮らしに欠かせないこれらの商品すべてにパックラフトの技術が使われています。パックラフトは球体包装の分野では国内シェアナンバーワンの企業なんです。およそ200人が働いているパックラフト岩国工場は開発・設計・製造の拠点。社員の平均年齢は38歳。若い世代が世界に向けてものづくりに取り組んでいます。企業からのさまざまな要望に応えるために機械は一台一台オーダーメイド、ほとんど手作業で組み立てるため、いわば職人のような技術が求められます。製造部生産一課の中村優太さん、今年で入社7年目です。パックラフトは福利厚生が手厚く、同年代の社員も多いため働きやすいといいます。職人的な技術が求められるその難しさややりがいはどんなところがありますか？包装機は、大したようでオーダーメイドの部分が多いので、常に同じ作業というのが少ないの で、新しい作業が常にあるので、そういうところの難しさと、自分が携わった機械が、実際に製品を作っている風景とか見たりするとやりがいを感じます。そしてこちらは設計課。メーカーから発注を受けた機械をこうやって一台一台設計していくんですね。今年で入社4年目、技術部設計課の大谷優也さんです。風通しがすごいいい会社だなと思ってて、それは、自分がまだ入社4年目でわからないことがたくさんあるんですけど、上の人でも先輩でも結構聞きやすい会社だなと思います。休みも、1番2番ぐらいには結構プライベートも大事にしたいというか思ってたので、そこも結構大事なポイントです。オーシャンビューの社員食堂やおよそ9ヶ月間の新入社員研修制度、
工場であっても完全週休2日制で、クラブ活動やイベントなど社員同士の交流も盛んです。あ、社員食堂のそばにはジムまであるんですね。ところで、高校生たちは地元企業にどんな印象を持っているのでしょうか。地元企業への就職は考えていますか。イエスかノーでお答えください。地元企業への就職は考えていますか。イエスと答えたのが4人、ノーが6人でした。場所にこだわりを持ってないです。お金が貯まるまでは家から通いたいので、もう家から通えたらいいかなって思ってます。何かあった時のために、その家族と近い方が安心して就職とかもつけるかなと思って、地元がいいです。地元はそんないいとこないかなって。都会の方が好きなので都会に働きたい。生まれも岩国で、そのまだ広い世界を知らないというか、岩国だけしか知らないんで、まあ大人になれたら、まあ、なったらしっかりその広い世界で活躍していきたい。就職先を選ぶ基準は給料？イエスが3人、ノーは7人でした。私はお金が好きなのですが、なるべく裕福な暮らしをしたいと思ったのでイエスにしました。自分のスキルや個性を生かした方が楽しく仕事ができると思ったからです。給料よりもしっかり休めることが大事？イエスが8人、ノーは2人でした。土日祝は休みたいです。岩国市は市内すべての高校1年生に毎年岩国カンパニーガイドを配布しています。ところで、高校生たちはどんな情報を欲しがっているのか、本音を聞いてみました。実際に働いている場面の写真とか視覚的な情報がもうちょっとあったら嬉しいなと思いました。社長とかの代表の言葉があったら見るかなと思います。で、なんか経営理念とかが載っていたら、自分と合ってると思ったらそこにやっぱり目を通しやすくなるので。どんぐらいの人数を採用するとか、その子供を産んで働いている方だったり、その今から子供を産む方とか、そういうその女性にも優しい環境なんですよみたいなことを伝えてある会社にはやっぱ魅力を感じます。岩国市は SNS でも若者に向けた就職支援情報を発信しています。保護者向けの情報もありますので、ぜひ一度ご覧ください。さて、保護者の皆さんは我が子の就職活動について。また8月9日には岩国企業合同就職フェアを開催します。地元雇用を積極的に進めている企業のブースが並ぶので、就職活動中の方はもちろん、保護者の皆さんにもおすすめです。続いて川本さんが訪ねたのは、岩国市元町の建設会社宮部です。建設会社というふうに聞いているんですが、とてもおしゃれで IT 企業のような雰囲気ですね。お邪魔します。あ、カフェスペースもあるんですね。とてもおしゃれなオフィスですね。はい、ありがとうございます。お客様にもよく褒めていただきます。よく建設業っぽくないねっていうふうにコメントいただくことがあります。宮部では書類のクラウド化を進めていて、総務・営業部門のフロアはフリーデスク制でこんなにすっきり。図面などの資料が山積みになっているなんてことはありません。今は建設会社も大きく変わっているんですね。はい、そうですね。建設業はかつては 3K と言われていて、汚い、危険、きついと言われていました。ただ、業界全体として大きく変わっています。こういうオフィスの環境もそうですし、現場ですとドローンを使って測量をしたり、
また ICT 研究を使って少ない人手でより良いものを作ろうという動きが大きく動いています。建設会社の魅力は地図に残る仕事、地域を守る仕事ですが、 ICT 研究の導入などで職場環境は大きく変わりつつあります。また宮部では働き方改革にも力を入れています。外国人スタッフも活躍しています。ミャンマー出身の社員、営業課のタスーライさんは 3DCAD も使いこなす高度人材です。宮部での働きやすさはどういったところがあると感じますか？私にとっては自分ができることをいろいろ応援してくれて勉強させたりとかして範囲を広く教えていただくことだと思います。入社後に、正直に言って、宮部を選んでいる理由は何ですかっていうふうに新入社員に聞くようにしているんですが、その時に出るのはやはり一番は、地域を支える、地域に貢献するという、事業内容です。災害が起きた時に復旧対応、応急対応に行ったり、また平時も道路を作る、道路を修繕する仕事というところに魅力を感じて入っている社員が多いです。また建設業ではまだまだ実現できていない会社も多いのですが、当社は完全週休2日制ということで、土日はしっかり休む、平日も残業を少なくして会社とプライベート、仕事とプライベートを両立させていこうというところが若い社員に評価されている部分だと思います。そう、高崎さん自身、会社員と J リーグの公式審判という2つの顔を持つ二刀流サラリーマンなんです。ところで高崎さん、はい、どうしてジャージに着替えてるんですか？もう昼休みになったので、いつも通りトレーニングに行ってきたいと思います。取材ありがとうございました。では行ってきます。今年からFIFA 国際審判員にも登録された高崎さん。宮部の職場環境のおかげで仕事と審判の両立ができると話します。地元にも魅力的な企業がたくさんあります。岩国で楽しく働く、あなたも岩国カンパニーガイドで自分に合った会社を探してみませんか？